これが手術室です。今ちょっと年末の荷物が置いてあったりするんでちょっと雰囲気違いますけれども、そういう時じゃないとなかなか手術室撮影できないので、こんな感じで、お部屋に入ると左側にお椅子があって、2ルームという第2の、手術室を使う場合は先にこちらに座っていただいて、この椅子がゆっくり倒れて目を洗ったり、処置をしたりして、それでから手術室に移動する感じになります。これがまあ2ルームの全室と言われるような状態ですね。でこちらが第1ルームの方にあるお椅子ですね。同じようにこの椅子に座ってこの椅子が倒れて目を洗ってきれいにしたり処置をしたりして、でそれでから何人か患者さんがいらっしゃって、すぐに終わるような手術の場合はこう待合のお椅子があってこっちにこうここから移動していただいて座ってもらう感じになります。車椅子の患者さんなどの場合はちょっとやり方とか流れが違うんですけども、自分で歩行できる患者さんの場合先にこっちで処置してこっちのお椅子でお待ちいただいてこの第一手術室っていうのに入っていくという感じの流れになります。で第一手術室に入りますと同じようなお椅子があってまた座って横になってもらうと、で上から顕微鏡が来てそれで目を見ながら手術をするというような流れになるということですね。こちらの方が第二手術室の方になります。同じようにこう横になるお椅子があって顕微鏡があります。こちらで椅子が倒れる様子っていうのをちょっと見ていただければと思います。こんな感じで座った状態から横になってこうこんな感じで倒れていくというようなお椅子、歯医者さんなどでも使われているのにとっても似ています。でこの場合頭の位置とかも細かく補正できるんですね。例えば頭を上げたり下げたり短くしたり伸ばしたりっていうのができるので、お首が辛い方の場合などは、言ってくださればそれに対応できる、で腰が辛い方の場合は腰の下に、布を入れたりとかして位置を調整することが可能なので、事前に言っていただけるとそれは分かりやすいですし、自分でその場でやっぱちょっと腰が痛いなとか体勢が辛いなっていう場合は一言声をかけていただけるととっても分かりやすいですね。